もう変えられないこと、自分では決められないことに対してパワーは使わない、変えられないことを、変える努力をするよりも変えられないことを受け入れる、もしも 0.01% でも変えることができるのであれば私はそこに対して 100% 努力をしますけども、変えられないのであれば受け入れる、それが生きていく上で一番大事なんじゃないかなと常々思っています。もしかしたら、明日今いるスイスからの渡航制限で国から出れなくなるかもしれないですし、全てにおいて起きた出来事を受け入れる、そのためには本当に朝起きて自分がやりたいことを今日やっているのか、自分がいたい場所にいるのか、会いたい人たちに会えているのかとか、ちゃんと一つ一つ整理整頓できれば起きる出来事は全て受け入れられるんじゃないかなとは考えています。